エドアルト・フリードリヒ・ビルヘルム・ベーバーは、ドイツの解剖学者、生理学者。神経系の生理に関する研究がある。長系のエルンスト・ベーバーは、心理物理学の基礎を築いた、生理学者として、時系のビルヘルム・ベーバーは、電磁気学の単位を定めた、物理学者として著名。ビッテンベルクに生まれた。ハレ大学で医学を学び、1829年に、 卒業もしばらく開業した。その後1836年に大仏比大学解剖執当者、1847年に同大学助教授となった。1825年の波動説では、エルンスト・ベイバーと共同で脈拍波動の速度を測定した結果から、美社が提唱した脈拍はすべての動脈で同時であるという説を否定した。1845年には、 ナポリで開かれた学会でカエルでの実験から瞑想神経に電気刺激を加えると心臓の動きが抑制されることを報告した。これは神経系の作用によって自律運動が妨げられる現象の最初の観察例だった。またウィルヘルム・ベイバーとは共同で歩行運動に関する研究を行い、1836年に強調。 マッカニックでアメンシャリーハンジャハワークズージアを発表した。ありがとうございます。